やばいやついるんだけど。今日は車引き取ります。イエーイイエーイ。はい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 。今日は友人に頼まれて買ってきたアルト HA23V の紹介をしたいと思います。といってもね、頼まれて買ってきた車なんでちょうど納車したてです。で、引き取ってきたんですけど、どこから紹介しようかな。なんかヘッドライト片方工事が出てる。スモールがね、こっちくれるからね、の方がついてはいるけど、玉の種類が違う。あ、うん、ドノーマルの HA23V の白ボディオートマ車、オートマの 3AT、 母を求める 3AT、 本当ドノーマルなんで紹介したところが何も一つないというのが残念なところなんですけど、ボディの角とかもね、そんななくて、本当 23V ってマニュアルになってくるともうみんなシバチョン使ってるから、アルトワークスどうでもいいね、状態悪いのが多いね。やっぱ AT は状態いい、状態いい。ボディの強化ね、やっぱ2層コートの塗装だからもうまとまってきてるから。すごいのがさ、純正オプションのちょっといいミラー。普通のミラー、バンミラーってめちゃくちゃ薄いさ、安っちいのなんだけど、これセダンと同じミラー。これ儲けもんだよね。まあ値段もね、まあオーナーには言っていいか聞いてないけど、3万円です。安い。3万円で？安い。はい。今ね、アルト3万ってなかなか買えないからね、だいぶ値上がってきちゃったんだけど、まだあの頃の価格で買えたアルト。しかも HA23 だからね、HA12S っていうのに似た形のがあるんで、F6 シングルカムのインジェクションで、これ54馬力出てるのエンジン。あっちが40。じゃあ次走行行きましょう。その外装紹介してもしょうがないから。まあでも綺麗だな。これここの辺ね、新車腐って穴開くんだよ、この辺の付け根とか。バッテリーって思われたりとかして。あ、でも全然穴開いてない。穴開いてない。どこ穴開きどころか錆もないし、この辺がね出たんだよね。いいの？悪くない？HA23V ってもともとマニュアルはもちろんあるんですけど、確か 4AT と母を求めて 3AT っていう2つの AT がある。で、これはその母を求めて 3AT のものです。私のエブリ、バイトで乗ってたエブリがあるんですけど、それも 3AT だったんですよ。思い出しますね。マジ96円。めちゃくちゃ状態いい。乗り心地よくない？乗り心地はね、悪くない。もっとね、10万キロ近い 23V だとショックとか抜け抜けなイメージがあったんだけど、それがないんだって。生信号いけんかな、全然進まない。ダメかも。ダメだ。街乗り60まではスイスイ走れるんだよね。途中ここまで50キロぐらいか走ったんですけど、まあ国道名は出しますけど16号走ってて、周りのトラックも夜になってくるとなかなかいいスピードで進行から青になって70、80まで出すじゃない。はい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 。60まで勝てるんだよ。そこからの伸びがね
こいつなんか申し訳ない程度にしか進まなくなるからね、全然加速しねえんだよ。マジビビったよ。踏み込んでもさ、ブンブンすんとも言わない。アクセル踏み込む的になんかベタ踏みしてもキックダウンしてないんだよ。うん、でその先にマントルまで踏み抜くあたりにキックダウンするポイントがあって、マントがかかってんだよね、純正の内装の内装のこのフロアカーペットが噛んでそこまでいかないのに危ねえっつって触らないで、こっちのボルシちゃんに何てことする。触らないで、さっきまでデート楽しんでた、こうやって会話しながらさ、画面の下の辺に映像流していてやるよ。あれあれだよ、あれ動画だったの。動画だよ。しっかり動画撮ったよ。それ何万キロ走ってるの。92,500。はいはいはい、9万3,000人ぐらい。おい道学生、おいお前が盗んだこの地でまたこの 2,3 分置いてやったぞ。見てるか。あんなラブライブなんか起きやがる。ふざけんなよ。まあお前関係ないんだけどな。